おはようございます。おはようございます。おはようございます。勇者コカです。はい、昨日はですねドラゴンクエストを進めて行ったんですが、ドラゴンクエスト11過ぎ去りを求めて進めていったんですけど、どうでしょうか。おはココアなんて言ってた。そう、過ぎ去りし時を求めてドラクエを進めさせていただいたんですけど、皆さん昨日夕方配信でね進めていただいたんですけど、はい、ドラゴンクエストの実況配信はあれ夕方にやりますので、しかもいつやるか分かりませんので、どうかドラゴンクエスト11の過ぎ去りし時を求めてのカイさんの実況を見たい方はフォローしといてください。通知がいくと思いますので、はい、お願いします。あ、初見じゃないんかい。おはようございます。うん、そう、昨日はドラクエやったよね皆さん。ほら、スライムです。新スライム、スライムベースとキングスライムは持っとったんですけど、あと緑のスライム、新しいスライムです。そう、ドラクエ実況配信はいつやるか分かんないんで、あれいつやるか分からないのでフォローしていてください。よろしくお願いします。それは言っとかにはいかんと思いまして。でも朝配信ではやりませんよ。朝配信でやりすぎたらテンション上がりすぎちゃうから。さあ、治療受験です。ありがとうございます。もうね、昨日さ、あのさちょっと夜中さ、あのセーブしとったところがあったんよ。教会でお祈りして終わったんだけど、セーブ、そのお祈りがセーブね、セーブしとって、夜中2時ぐらいに起きて、分からん、やりたい衝動で起きたんか分からんけど起きて、でもショールームでみんなで一緒にやろうと思って閉じた。起きて閉じました。残念。レベルはまだ4です。あ、まだ3です。いや、夜更かしじゃないんですよ。そうなんですよ、ドラクエやってる時めっちゃ、そう、あくまで初心者なので、そう、お目に見て実況ありますので、どうか見てください。衝動がなんかね起きてね、なんかね目が覚めてね、わ、なんかやらんにゃいけんってなってから、何もやらんでいいんだけど、別にそんな決まってないんですけど、わ、やらんにゃいけんってなりまして、やめました。閉じた。閉じた。わかる。主人公の名前はココアです。勇者ココアです。皆さんはお供です。私のお供。え、中毒なんかな。いや、そこまではないよ。ちょっとやばいよ本当にドラクエ。いや、もう進めたいと思って、なんかどんどん進めたいと思って。
もうね、もうこれから旅に出るって感じなんですよ。スライムとはまだ6匹戦ったかぐらいなんで。勇者コカーです。それよりも握手会でしょ。もうほら、握手会で待ってます。そう、ここに貼りたいんですけどガムテープを忘れたので持ちますね。 STU 内でもドラクエは貼り出し始めてないでしょ。おらんよ STU に。ドラクエ本、そうなんですよ。私が、そう、皆さん握手会来てくださいね。おしまし指名権での握手待ってます。そう、 3DS 持って、もうね、あのね、もうね、ドラクエでね、すれ違いの機能ができたということで、 3DS 持ってる方はぜひ私のアレーンまで来てください。握手するとこまで来たら余裕ですれ違いできるはずなんで、握手したらすれ違えるみたいな。ついでにドラクエ持ってる方は特にやりましょう。そう、 3DS を持ってきてください。私のレーンまで 50m だけさ、近く、めっちゃ荷物置く場所まで来たら多分全然余裕、大丈夫なんですよ。余裕です。そう、よっち族っていう新しい機能ができたから、ほんまにかわいい。よっち族、あさっておしましで行くね、待ってます。おしましでも指名権の方めっちゃ嬉しいです。待ってます。まあ、おしましで来てくれる方もお試しで来てくれる方も楽しみに待ってます。お試しでね、介護か、はい、楽しみです。もう、もう、あれ、もう、あらま、もうあさってじゃった感じですね。ドラクエ進めてませんよ、ヨッシーさん。みんなと進めようと思いまして、ショールームで。そう、ちょうどね、いい、あのね、進めたらね、いいストーリーが始まってしまったんよ。世間ちょっとやめといた。いいストーリー。いいね。それ、言えれずにね、ちょっと進めちゃったから。え、待って、あさっておしましで行くね。行くんです。え、そんなある、待って、それ私会ってないんだけど。いけんいけん、やばい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 、あらま、指名権で行く、待ってます。ようこさん、わい、木村さん、11日行く、待ってます。ちょっと待って、ちょっとスクショしよう。おしたけど、すごい部屋。そう、初見さんもいるんだ。ドラクエ好きな方は来てくれたら。お、ゆまさんもありがとう。待ってます。ちょっとスクショしてる。ちょっとあのメモしたけね。クエスト時を求めて進めさせていただいたんですよ。実況をさせて、ここ気になってブンブンって、ここ気になって始めさせていただいたんですよ。あ、初見さんもいるんだ。さくらさん、何日に来てくれるんかな。あ、押しましていくけど、11月のココちゃん勝手ありがとうございます。父さん、ありがとうございます。嬉しいです。皆さんも握手会待ってます。もう 3DS でね、すれ違いしましょう。え、待って、
あのさ、ここ金ここ金ブンブンショールームで、ハローショールーム、あ、お願いお願い、何日に来るって言ってくれたら嬉しいめっちゃスクショする絶対見逃さんと思います。あ、ゆまさん団子ありがとう。12日の午後かメイクしとらんです、メイクしとらんです、不細工でごめんなさい。お忙しい。おお、キラキラキラー、よし待ってます。オッケーオッケー、いい感じ。ちょっと待って、一人オッケー、みんな待っとくね。え、何回スクショしたか分かりませんが、皆さん待ってますね、楽しみにしてます。そう、10月11日は全部行くから待ってます。待ってください。そう、あの今回に限らず、次の9月や10月のことも言ってくれたら嬉しい。まあ大丈夫でした。とりあえず今回のスクショがね、大変なことになっちゃうんでね。そう、みんながスクショタイムだ。初見さん、ニコニーさん、初見さん、待って、カーホーのさ、外行くときちゃんと変装してますよ。マスクしてる。あの風邪ひいたらね、いけないから、あの変装とかじゃなくて、私そんな分、もうみんながわーって言ってくれるような分際じゃないんで、もうマスクは、もうマスクだけ、もう風邪防止マスクだけ、人が多いところは特にマスクしてますけど、もうみんなさんにバレてっていう分際じゃないんで。あ、待って、スクショ失敗。あ、いけ、おいしょ、キャキー、スクショ失敗が多いですね。スクショ失敗して画面閉じちゃう。当日券売ってくれない、買ってない。まあ次来てください待ってます、楽しみにしとくね。関東のも、次回のも、今回の次回のも、関東のみんな、来てくれた時に名前名乗ってくださいね。誰々ですって言ってくださいね。のりさんも言ってくれたら、スクショ面白い具合にスクショしますが、本当にスクショは絶対逃しがないからね、見逃しがないから。そう、よろしくお願いします。のスタンプがだけど、今年もナイス快進撃でしたって終わりみたいですけど、あのその今年も良かったですとか言ってたら、もうね、あのもう終わっちゃうけど、シリーズアップがマジということで、今回は強すぎますね、今年早かったですね。なんかでも、なんかすごいね阪神がね、昨日ね、巨人に負けたからね、
間違えた、あってる、あってるよね、日本ハムのね、ファイターズ喜ぶ大谷選手のガチガチの阪神ファンか、すごかったね岩佐選手、てかさ選手がさ 2回ホームラン打ってからさ、すごい人なんだなと思いました。なんかいいやつしか出てらんが、いいでしょ、カープがほんまにすごいね、ライオンズですか、ライオンズしか勝ちそうじゃなくない、すごいですよねライオンズ。坂本選手のカードありますよ、あ、いたりも、あれですよ、今まで4つ開けたんですけど、4つとも他の全部違う球団で、でもめっちゃいい球団で、いやめっちゃいい選手ばっかりで、では今回も開けていきたいと思います。あ、待って、メーカー忘れた、選手メーカー忘れた、2017年のちょっと取ってきますね、ございます。選手メーカーを忘れちゃったんで取りに行ってきました。はい、では開封、そう、 T 岡田選手と吉田選手がすごい、 T 岡田選手を先頭打者に入れてよかったじゃないかな。おはよう勇者です、では開封の儀です。せーな、ばわー、すごい、え、ちょっと待って、え、それ普通にすごいですよ、キラキラ、内川選手です、ホークの内川選手です、やばい、キラキラしてる、初めてキラキラしてる、なんで大谷選手キラキラしてないのに内川選手キラキラしてるのか分かんないですけど、何、ワンコさん自分の嫌なコメントはスルーするの、どういうこと、ひどい、まあいいわ、ですね、どうですか、光る顎とかやめてください、ほんまにダダダさんいけん、ダダダさんそれは言わないでください、キラキラ内川選手、もうホークスファンにはもったいないくらいいい、やばい、これはホームラン打った顔ですね、はい、すごい、あともう一個は倉本選手だって、倉本俊彦選手投手です、あ、違った、皆さん、ホームラン、そう、ホームラン打ったんですよ、セリオナセブンさん、多分何円くらいの価値でしょうね、結構高いんじゃないでしょうか、価値は、ベイスターズ、スターズ、
って絶対勝つぞベイスターズって言うよね。もうめっちゃね悔しい。あれあれ聞いて負けた日がすごい悲しい。なんか悔しくなるね。ベイスターズのさ曲がすっごい、そうベイスターズほんまに、そうカープマジックが点灯したし、点灯したということで、点灯したということで絶対勝つベイスターズっていう、横浜ベイスターズなんかであるんですよ、そういうなんかそういうのが。わーすごい待ってください。倉本俊彦選手はですね、ライトセンターに、打球のわーすごい。あ、もうこれは詳しく言えないんですけど、身長も180センチで普通ですね。はい、てつさん、すごい、どこ、ここそう課題やって、あ、違った、横浜高校っていうの、これ創価大、横浜高校創価大日本新薬やって書いてある。すごい出ないので、うち教師出て、ちょっと待って、あんこさんちょっと、まあ大丈夫ですわ。同じようにカープも相手ファンにプレッシャー与えてるんだから。そうだね、すごいカープは応援がすごいよね、人数がすごいよね、人数でもうね選手にね与えプレッシャーその分だけ与えてるからね。走行戦始まりましたね。選手先生聞いてちょっとね、あの感動した。真っ白な練習着、真っ白な服を真っ黒になるまで練習しって言ってたな、すごかった。私も行ってみたら甲子園の真ん中で丸坊主にして。嘘です、甲子園に出る人じゃないです。あ、いいわ、次のプロ野球チーム上げていきましょう。いきます、カープの選手来い。やばい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 、またキラキラカード来ますっていうか、ジャイアンツの田口選手、広島県出身の田口選手や。わあすごーい、田口選手、わあ、え、なんなんこれさ、なんか、え、もっとん自分、もっとん、それともいいやつしか入ってない、もうちょっとな、もう不思議になるわ、いいやつですぎて。でででん、だってこれまだ外れないよ。いや、誰でも外れないけど、外れなんかおらんけど、すごいと思うわ。キラキラカードもう2枚目です。秋山先生、マジで今絶頂のライオンズじゃん。秋山翔吾選手、やばい、キラキラカード来たー。え、なんでなんで大谷選手はキラキラじゃなくって、坂本選手もキラキラじゃなくって、なんで内川選手もキラキラなんだろう、何の違いなんだろ
セリーグパリーグの違い。わかんないな。プロチのキラが入ってるのは見極めるみたいなの子供の時あった。そう、田口は広島県出身、そして田口選手広島県出身なんですよ。最多安打数の日本記録はザキヤマ選手。てぃてぃキラキラカード、かっこいい。キラ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 、なんかかっこいい気しますよね。本当に今絶頂の西武ライオンズ、今だよね、ライオンズだよね今勝ってるの。年収2億円やばい、すごいですね。秋山選手もライト、センター、レフト、打球方向が全部打率が打ち分けれる選手です。すごーい、やばい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 、めっちゃ打つじゃん、やばい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 。まあ、田口選手はすごい選手ですからね。もうね、もう田口選手ほんまになんかあれですね、なんだろう、自分が持っとん、私なんか運持っとんかな。違う違う、絶対違う、私持って、こんなところで使い果たしたくないわ。待って、だっていいのしかないよ。どういうこと？何がある？私何がある？なんでだろう？すごい。昔はカード1枚だったから集めるの大変やった。2枚になりましたよ。持ってる持ってる。そう、なんでカープ出んのんだろう。多分神様はカープ出ん代わりに、あれかも、カープでん代わりにね、カープでん代わりにいいやつを、あれでくれるんかも。ちょっと待ってください。いきますよ、最後の。まあこのカード見たらめっちゃワクワクする方もいると思うんですよね。私もしますし、いきますよ、最後の1枚、広島の選手当ててみるぞ。いやー、いたん、いや、あかんのやけど、どうやって開けるんや、ハサミやったけど、ないわ。開かない開かない、え、動かん、画面がなんか開かんのやけど。開いた、待って、当たったかも、カープの選手。あー、当たった、来た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 、鈴木誠也選手、気合で開けました。ねえ、待って待って、動かんのやけど、コメントが、画面が動かん、なんで壊れた、ないわ。鈴木誠也選手、ほう、キラキラです、キラ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 ー、え、なんでなんでキラキラなんだろう、逆になんでキラキラなんだろう。
イエーイ、持ってる。やっぱり気合は大事やな。すごい。あと、え、ファイターズ宮西直樹さん最優秀中継ぎ、やばい、すごいね。いや多分これいいのしか入ってないんだと思うよ。え、違うんかな。すごい、宮西さん来ました。え、鈴木選手、聖也選手すごい、神ってる選手来ました。めっちゃウケる、楽しい。最優秀中継ぎですよ、宮西選手は。あ、これまた2億円。すごい。まあ、内容は言いませんけど、ごめんなさい。すごいね。もうちょっと運使いすぎたんだけど、これで全部のプロ野球チップスは終わったんですけど、え、もうね、え、なんでこんなにって感じなんだけど、もうなんで自分からしたらなんでこんなにって感じなんやけど、やばいやばいやばい、大谷選手がなんかキラキラしてないのがびっくり。もうね、使っちゃった、私神ってる。いや、もう使っただけ、運を使っただけです。ほんまに使いすぎてやばい、運使いすぎてやばい。まあいいわ。ああ、そう、気がしてたからか。坂本選手いいですよ、巨人ファンにはたまらないですね。え、もうなんか待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10枚引きましたが、もうなんか運使っちゃいましたね。まあ大丈夫ですよ、プロ野球チップスに運使っちゃったら切る。カード保管しますよ、父さんになくされたことあるんで。ということで、皆さん見てくれる方も増えたということで、これ8月ここに貼り、ペタって貼りたいんですが忘れちゃったんで、ガムテープ。もう明後日です、皆さん来てくださいね。ということで、今日もこんな時間になっちゃった、もう30分35分、こんな時間になったので、もう一度皆さんに言いますね。昨日はドラクエの実況配信をしたんですが、 CDS 版のさせていただいたんですが、夕方の配信でゲリラ配信ですることが多いです。皆さんどうかフォローしといてください。バイバーイ。スリーディースとか持ってきてくれたら、握手会の時にすれ違えるんで。大谷選手亡くされたんですよ、父さんに。皆さんよろしくお願いします。ゲリラ配信が多いんで、夕方はゲリラ配信が多いんで。早速フォローしました、ありがとうございます。皆さんフォロー必須ですよ。明日は多分移動じゃないかな、わかんないけど、どうなるかわかりませんが、皆さんよろしくお願いします。では自己紹介させてください。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を、広島県出身13歳、カイココアです。
応援よろしくお願いします。皆さんフォロー必須ですよ。フォローしとったら通知が来てくる、通知が来るので、ちょうどお通知が来たと思ったらココアがドラクエの実況配信しとるんやって思ってください。ゲリラ配信の時は特に、まあしないかもしれないけど、ゲリラ配信でも、まあそうですね、ハートはピンクで、よろしくお願いします。ゲリラドラクエ、そうフォローしてる、ありがとうございます。そうココタンおはよう、今日も元気、笑顔で元気にファイト、センキュー、スマイル弟さん。そう最後エッセイときましょうか。甲子園も始まると、始まったということで、いきますよ。はい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 、エッサエッサ、あげあげホイホイ、もっともっと、もういっちょ、はい、エッサエッサ、あげあげホイホイ、もっともっと、はい終了。え、あ戻った、エッサエッサ、あげが、はいはい終了ということで、どうでしょうか。今日の夕方配信はドラクエ実況ではないです。今日6時に、ちょっと待ってください、多分今日6時に、そう今日の6時にセットしとるんですけど、18時に予約してるんですけど、ショールーム、今日の配信お楽しみに、何をするんでしょうかね、楽しみにしていてください。では放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ、楽しみにね。そう今日の6時は何をするんでしょうか。クーカも言っとった、そうクーカと同じかな、どうかな、わかりませんが、ではまた見てください。じゃあねー、さんありがとうございました、今日も見てくれて。ただいま、ごめんなさい皆さん、さっきランキング読まずに終わっちゃったんですけど、そうさっきですねランキング読まずに終わっちゃったんで、読みたいと思ったんですけど間に合いませんよね。そうさっきランキング忘れてました。忘れちゃったんですけど、ランキング忘れちゃったんですよ。初見さんも来てくれてる、ランキング変わってない？そうランキング変わってないですか？ランキング変わってないでしょうか？本当に？じゃあ本当に本当ですね。みんないいですか？みんな変わってないですか？ではいきますよ。1位ひろくんさん、2位やしゅくんさん、3位ようこさん、4位翔太さん、5位のんたさん、6位鉄板さん、7位しのぶさん、8位かわせさん、9位すぎやんさん、10位あっちゃんさん、11位ダンスさん、12位岩尾さん、13位すえさん、そうめちゃくちゃ落ち込んでる、
やばいと思って、合ってますかこれで。本当にやば、さっき納豆たのに呼ばれてない人っていませんよね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ではお詫びにスクショタイムをと、スクショタイムを取ります。せーの目が開かないはい、お詫びにスクショタイムを取りました。ごめんなさい。ウッキーさんステージ乗ってたのに降りちゃった。すぐ配信やったから変わらなかった、よかった。そう、スクショがお詫びです、ごめんなさい。申し訳ございません。よろしくお願いします。ごめんなさい皆様。でもまた見てくれてありがとう。3000人ウケる一瞬の配信ですが終わります。3、2、1、バイバイ。ごめん、ランキングを読むだけの配信でした。でも見てくれた方もありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさいじゃない、ありがとう。バイバイ。